まずあの衛星12メーターの方なんですけれども、あのアルミの主橋部をですね、まあ今回かなり軽量化で、後ろの背面をですねリブ構造に削っておりますけれども、まあそのメーカーさんはですね、ここまで本当に薄く削るのかということでかなりびっくりされてたところもあります。現場の方の提案も受け入れて、後ろのリブの配置をですね格子状から、ダイヤ型ですね、ちょっとヤッコダコがねじれに強いようなですね、そういうリブの配置を特急でですね現場の方と話し合いをしまして、リブの配置を決めたと。5面加工機でパネルの表面側の荒加工、またキャビティ側の荒加工から仕上げまでやってます。最終的に表面精度を出さないといけないので切削応力が残らないように加工することです。切削応力を残さないように削る方法、それと工具を選定することです。それと、後工程の、方に聞いて、切削応力がどれぐらい残ってるかそれを確認しながら、最後は、職人の、手で、微妙な調整をしながら加工していきます。どこも歪まないようにフリーな状態で取り付けないと、どっかこう干渉したところがあったら外した後変形するんで、もう中心で止めて四隅はこう自由に動くような状態で拘束なしに取り付けて、いかにこう素直に仕上げてやるか、それがまあ一番苦労しているとか。
そうですね、普通にあの鏡面を機械加工でピカピカに磨いてしまうと、熱まで集めてしまって受信機を傷めてしまうということになりますので、面の綺麗さというのは、なるべくそのままにして、科学的なエッチング処理によってですね、鏡面をなし地にすることで太陽熱ですねを分散させて、受信機を傷めないようにしております。あのまず機械加工が終わったあのアンテナを脱脂にかけて、機械加工油がついているのを脱脂して除去します。でそれを、水で、2層に分かれた層で洗浄します。その洗浄後、まあ、3のエッチング処理になります。そのエッチング処理で表面粗さを出します。でその洗浄後とその後であのデスマット処理、あのスマットを言ってちっちゃいあの酸化物がつきます。その酸化物をスマット処理であの除去します。その後洗浄2回繰り返して、化成処理を行います。この化成処理はあのアンテナの表面の防潤、要は錆を防ぐための処理になります。で純水で2回洗浄後乾燥します。あの外気温で当然材質の温度が変わってきます。で処理液の温度は一定で保たれてますけど、母材の温度が違うことにより表面粗さが変わってきます。その表面粗さを1ミクロンに設定するためにテストピースをまず最初にやって、 ある基準の時間でやると、その上下を狙って時間を変更していくということになっています。もう季節によって違いますし、材料によっても違うというので、なかなかその時間を出すのが大変です。仏教は大きさの割に比較的深いカーブなんですね。でこれらを熱変形させないように、なおかつその仏教の駆動系、まあ、六本ジャッキで駆動するんですけれども、その駆動系と仏教をうまくつなぐポイントがですね、3点しかありません。でその3点に熱変形が入ってきますので、熱変形を逃がすように、なおかつ3点のみで仏教の剛性を保つようにですね、リブの形を設計的には決めるんですけれども、実際の加工はですね、 なかなかその剛性が出しにくい、加工がしにくいと。実際にこの製品はこの後ろに3箇所座面を持ってまして、その座面の平面度が各3箇所の全部の平面度が、最初の時は1000分の7ぐらいだったと思うんですけど、まあ、1000分の7といったらかなり、まあ、いい方なんですね。ですからそのまま仕上げ加工したんです。で外して3次元測定器で測ってみると、どうしても、まあ、寸法が出てないと、といったこれ1000分の7でもやっぱし影響してくるなということで、もう一度平面度をゼロにしてからもう一度取り付けてジグに
そして仕上げたところ、もう寸法がバッチリ出たということなんで、本当にそういうちょっとの千分台の寸法の、まあ、抑えによる、まあ、抵抗ですね、そういったことが大きく影響してくるなというふうに、まあ、この製品を持ってかなり、まあ、勉強させてこちらもいただいたというのが現状です。